はい吉さん1本目の動画「すべてにありがとう」についてのアンサー動画なんですけどもこの動画見ただけでは何のこと言ってるのかなって分かんなかったんで後半のね私の動画も見てみたんですよあそういえばこんなこと言ってたなって感じですけどもあの要するにねあのー、なんかどっかでそういう風なね1分で稼げるビジネスとかやって税金がそういうところに投入されてるのに対して私は不満を感じないってことなんですよ、まあ、なぜなら私もね大したことしてると思ってないんですよ もちろん一生懸命やりますし喜んでくださる方がいるのは認識してますけども私の仕事だけが全部がね正義ではないと思ってるんですよ。もしかしたら間違ったこともあると思いますしとてもとてもねあの唯一無二の世の中で完成された理論理屈を話してるわけではないと思うんですよ。そういう情報発信してるわけではないと思うんですよ。でそう考えていくとじゃあ完全無欠のお金をいただいても何の文句もない仕事ってこの世の中に存在するのかなって考えたら。 いろんな角度でその仕事っていうのを見た時にやっぱりねそれもらいすぎじゃないのとかもっともらってもいいんじゃないのとかそれ仕事存在してていいのとかね、まあ、いろんな考えがあるんですよ、うん。ということは1分で何千円もらえる仕事があってそこに、ね、年間2,000万3,000万を抜いている仕事があるとしてもそれもあっての世の中かなって考えるしかないと思うんですよ。 でもっと言ったらねその仕事がなくなったからといって何かの形で撲滅させたからといってじゃあ自分が豊かで幸せになるかって言ったらそれとは全く関係ないと思うんですよねですから人がやってることを気にしてるうちはまだまだなのかなっていうふうに感じてるところでございますはい、えー、私はね自分の人生を生きれば人のやってることとか人のずるさとかそんなにね気にならないかなというふうに考えております人のずるさとか人のやってることが気になるってことは自分の人生がねそれだけ 生きて生きられていないってことなのかなと人の人生に欠かさからってる暇がないってことなんですよ要するに批判してる暇がないってことですねえもちろんね人のやってることを励ましたりとか褒めたりっていう意味で意識を持つのは全然悪いことではないと思いますけどねさあその中でね今回ね吉谷さんに一つメッセージがありますそれはですね法人口座新規で会社を作った時の法人口座が作りにくいって話しましたけどもついにできましたあの優勝銀行です優勝銀行は申し込みに行って大た書類もなくって3日でできましたあ今日ね あのー、配列証明が送られてきて通帳が入ってましたむちゃくちゃ簡単でしたゆうちょ銀行が新規で会社を作る方には断トツでおすすめでございますただし 上限金額が年間で1300万だったかな、扱える金額が。そういうふうな、ちょっとね、ちっちゃい口座であるってことは、あデメリットなのかなと思いますけども、まずは有序銀行で作ってみて、それで実績を作った後で、メガバンクとかに行くってのが、まあ、黄金の手なのかなと思います。やっぱりね、すでに法人口座がある銀行を抱えている法人に対しては、半年以上経つとね、それが取引の実績ってことになって、通りやすくなるんですよ。要するに、新規の会社で、なんでね、審査が通りにくいかっていうと、 あの法人活動の実績がないって言われるんですよそれは当たり前ですよね法人これから作るのに実績あるわけないじゃないですかでも今お話したように有秀銀行で取引の実績を6ヶ月ぐらい作るとそれはもう立派な実績になりますので一般銀行とかね、えー、メガバンクの審査も通りやすいんではなかろうかというふうにここは推察しておりますただ間違いないと思いますまずは優秀銀行を作ってみてください以上です